フースラーのね、はいはい、盆鳥先生はフースラーの原文なんて別に読まなくてもいいよって言わはんねんけど、はい、すごいことが書いてあって、うん、歌における筋肉のこの構造構成あるじゃないですか、歌ってる時の、はい、例えば何や、はあ、春の小川はさらさら行くよって歌ってる時の、これが歌になってるのであれば、うん、この僕の首とか身体の中、特にこの頭蓋骨の中の無限に筋群があんねんって、はい、その構成とか力のかかた、つまりは、うん、どういったらいいんでしょうかね、あの動きのパターンが何百種類ものこの神経支配があるわけでしょ。それと春の小川はさらさら行くよ、スミレやレンゲの花も咲いていたんだよとかっていうこの言葉の時の信号の一つのなんてパターンが全く違うんやって。つまり歌、僕たちは語りから歌へ滑らかに移行していると思ってるんや。これはある意味で、だから僕ね、昔ね、はい、タモリさんが、はい、俺はもうとにかくミュージカルが大嫌いなんやっていう話を、はい、オールナイトニッポンでやってたの覚えてる、はい、俺ね、やっぱりタモリというのは、タモリという、まあ一つもう歴史的人物と思ってるから、ここ呼び捨てにしてますよ、はい、タモリって天才やと改めて思ったわけ、はい、あの違和感ね、はい、なんか急にこう、おじゃあ勝負だ、ドゥ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 ン、ドゥン、ドゥンとか急にやりますやんか、もうたまらないサビ、彼はもう音楽命の人やんか、はい、ジャズ大好きで、はい、その違和感っていうのは何かって言ったら、組み替わってないように、組み替わってのに、うん、歌における声と、はい、だから話し言葉の時の声とが全くその神経支配として、うん、人間の身体の使い方として完全に別物になってんのに、はい、語りから急に歌になるという連続性を演じた、はい、その違和感やった。歌は歌、音楽は音楽、語りは語りなんやっていう時に、タモリさんの中ではもう組み替わらない。それでもう、そのもうミュージカルほど嫌なものはないんやって言って、それでもう、まあ言うたらね、はい、大変な波乱が起こったわけよ、そこで。だってエンターテインメント自体に対する批判やから、はい、それをオールナイトニッポンでやって、1年ぐらいそれはもう大ブレイクしたんやけど、それは正しかったんですよね。だから僕、ようやくね、ほんのちょっとだけ自分の歌が歌になったのかもしれない、もうそれは100分の1ですよ、はい、それは何でかというと、歌い出したら別の人格になるんですよね。それはなんで僕が別の人格になるかっていうと、洗脳を自分でかけてるんじゃなくて、うん、体の使うなんか元々のハードが入れ替わるわけ、はい、それがね、すごいよく分かった、分かってもらえる人に分かってもらえると思うんですけど、つまり僕たちがそれをもっと広げると、はい、人格というものは、はい、人が完全に普段のように歌わなくなってから人格ができた、はい、だから例えば、まあ、それがどこの時点か分からない、はい、こうなだらかになっていたのかもしれないけど、例えば縄文人とかはもしかしたらですよ、縄文人はずっと歌ってたかもしれない、うん、なんか例えば、敵衆があるぞって国に敵衆って言うんじゃなくて、おおおおとか言ってたかもしれない、はいはい、これ歌やん、おおおーおーとか言ってたかもしれん、はい、ほんなこれと敵衆、なんとか族が敵衆って人数70名足らずとかって、はい、これも違うんよね、違うんですね、違う、ほんで、はい、それが例えば品川塾なんかでチンとんしゃんとか、はい、なんか落語の世界で言ったらさ、とにかく旦那さんたちが長唄を習いに行ったり上手に習いに行ったり、はい、それはそこの、それを教えてくれてるお師匠さんがすごいいい女で、はい、っていうような話が出てくるやん、はい、でもそこここですぐ歌になるわけやんか、はい、お前ちょっと歌ってくれとか、はい、ね、ほんならすぐになんか月がとかって歌い出すやん、はいはい、そういうこのう歌とうその人の日常というものが、このなんていうのかな、かけ離れていなかった時代に、例えば演劇なんかはもう演劇にその浄瑠璃に一生懸命になって、そっちだけで演じてしまってみたいな落語があるじゃないですか、はい、蔵の中で、はい、あんなんもそうですよね、うん、だから僕たちが人格と呼んでるのは、歌をなくした時、僕たちが歌わなくなった時から人格っていうものが出てきて、なるほど、実は歌の中にある人格っていうのが自分だと、なるほど、
でそれその二重写しの人格性やね、うん、二重写しの人格性っていうのはデビルマンなんかも本当そうなんやけど、デビルマンが本体なのが、うん、本体は不動明なのか、それがね最も分かりにくいのがデビルマンですよ。でそういう意味では例えば、キカイダーの場合はジローという、これ良心回路を持ってる、まあ、一応人間の格好したジローが本体で、キカイダーになってもジローのままじゃないですか人格は。仮面ライダーもそうですよね。もともと本郷直樹とか一文字隼人っていうものが仮面ライダーになっても一文字隼人なんですよ、うん、本郷直樹なんです、はい、ところが例えばアマゾンとかね、はい、仮面ライダーアマゾンとかちょっとファズジーにしてるよねそこら辺。あ、なるほど。でその石ノ森章太郎をもう師匠だと仰いでいた、うん、その永井豪はやっぱり変身者の代表としてデビルマンを作ったんやけど、それは石ノ森を一歩前に進めたって僕は思うのは、なんでか言ったらデビルマンっていうのはあの不動明なのか、不動明はだっておとなしい性格やったんですよ。すごい、まあ、礼儀正しくてお坊ちゃまでちょっと弱気なんですよ、ね、弱気なんですよ、はい、でお父さんがこんな弱気ではいけないと、はい、一緒に山登りしようと思って、はい、なぜか北アルプスの隅の方で連れてしまうというスパルタすぎるやろみたいな、はい、ね、その結果お父さん死んでしまって、はい、ほんだらデビルマンはもともとまさにデビルマンっていうんやけど、まあ、悪魔なんですよね。あれもともとはね、原作の少年マガジンかなんかで連載してたやつはなんか違う名前なんですよ。あ、僕今ちょっと出てこないけど、すごい面白い名前なんですよ。でそれが乗り移る。ほんならその後で不動明君、なんか不動君、明君ってあの山から帰ってきて性格が変わったわよね。これはありえないんですよ、うん、ね、その仮面ライダーは本郷直樹のままなんですよ、うんうんうん、ところが合体する側の悪魔の人格が優位になってる、うん、ここにこうなってるんですよ、うんうん、つまり何かに憑依された人格こそが本人の人格という意味で、デビルマンは実はあの有り余る石ノ森章太郎に対するラブが作らせた作品とも言えるんやけど、永井豪はその時に乗っ取られる、憑依されるっていう要素をより濃く入れたんですよ。なんかそこはだからこのデビルマンのこのテーマだって、はい、あの誰も知らないデビルマンのふるさとっていうやん。だからもうそれは不動明じゃないっていう実は歌なんですよこれ。だってデビルマンは誰なのかっていうのもちょっと概念があるんですよね。そう、うん、そうなんですよ。実はデビルマンは誰なのかっていうのは不動明、いやでもその奥にデビルマンはやっぱり悪魔なんですよね。不動明はもういないんじゃないか。いない。そこをね、でそんなこんな、まあ、変に頭でっかちに左脳的に分析なんかしてないですよ、はい、でもその当時8時半からこのデビルマンが始まるときに中学生やった僕もゾクゾクするようにそれを見たんですよ、うん、他の変身者とは一線を画するぐらいにダークなものを感じた、うん、それは不動明はすでになくて、不動明を演じてる悪魔がそこにいるだけだっていうところにものすごいおぞましいほどのエロティシズムを感じたよね。なるほど、うんうん、僕のデビルマン愛はそこにあって、うん、デビルマンの次というかエデルマンと同等に好きなのがキカイダーと、うん、サイボーグ009でこの2つもいずれ歌いたいんですけど、はいはい、それは何だけどやっぱり乗っ取られてるんですよね、はい、っていうのは何か言ったら良心回路をキカイダーが持ってて、その良心回路は非常に不完全なんですよ、うん、それがプロフェッサーギルのコール笛でガーッと頭が狂って自分の愛するその、はい、博士の娘を殺そうとまでしてしまって、あーって苦しむ、はい、ここに憑依的なものがあるでしょ、うん、で、009は何かって言ったら自分たちに有り余る能力が身についた結果、それをみんなコントロールできなくて苦しむんですよ、うん、その代表選手があのジェロニモやったっけ、はいはいはい、ネイティブアメリカン、はい、彼は途中でさらにその自分のパワーを1万倍ぐらい増やされるんですよね、うん、そうするとこんな鉄球を持って潰してみろって潰すんじゃなくて粉々になって砂鉄のようになってしまって、うん、ここまでの力俺は持っていいのかみたいな、でも敵がもうどんどん強くなってるからそういう力を持たざるを得ない、うん、そういうようなことがいっぱい出てくる。あるいはフランスはね、はい、目と耳がめちゃくちゃにすごい、はい、見えたりけど、そうするとみんながああ勝ったなとか言って言ってる時にフランスは
下向いてる、なんでかっていうと目を開いたら遥か彼方の革命の戦士たちがバタバタ死んでる姿が私にだけは見えるって言い出すわけです。ここにね、能力が憑依して彼の人生をどんどんそっちに引っ張っていくというおぞましさがあるでしょ。デビルマンほどではないが、はい、そういう物語が変身物語っていうのは実は憑依の物語だったという。なるほど、はい、面白いですね。めちゃめちゃ面白いじゃないですか。はい、どうぞどうぞっていうのがあるでしょ。誰も知らない、知られちゃいけない、デビルマンが誰なのか、何も言えない、話しちゃいけない、デビルマンが誰なのか、人の世に愛が、デビルマン。誰も知らない、知られちゃいけない、デビルマンのふるさと、何も言えない、話しちゃいけない、デビルマンのふるさとを、もうこれで帰れない、さすらいの旅路だけ、この安らぎの心、死体までは、明日もどこかでデビルマン、明日もどこかでデビルマン、夢がある、この美しいものを守りたいだけ、今日もどこかでデビルマン、今日もどこかでデビルマン。名越康文 TV シークレットトーク、よろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな、こういう感じの今日実はやりたいなと。外れた街